ガブリエル・フランソワ・ドワイアンは、フランスの画家である、パリで王室のタピシエの息子に生まれた、宮廷画家のシャルル・アンドレ・バンローの工房で働いた。1748年に、ローマ賞を受賞し、ローマに留学し、17世紀の世紀バロックのイタリアの画家たち、ドメニキーノや、ピエトロ・ダ・コレトーナ、ルカ・ジョルダーノたちの作品に学んだ。1755年に、 パリに戻り、サロンに出展指名制を得た。1759年に、王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれ1767年に、教授に任じられた。ドアイアンの指導を受けた画家には、ギオーム・ギオン・ルティール、ピエール・アンリド・バランシェンヌ、エリザベート・ルイーズ・ビジェルブランラがいる。フランス革命の混乱から逃れるために、以前からの招待を受けていたロシア皇帝。 エカチェリーナ2世の勧めに従って、1791年にサンクトペテルブルクに移り、宮殿に住み、皇帝から報酬を受け取った。エカチェリーナ2世が亡くなった後も、パーベル一世によって支援された。サンクトペテルブルクの冬宮殿やエルミタージュの宮殿の装飾画を描き、1798年から1801年まで、サンクトペテルブルク芸術アカデミーの教授を務めた。 1806年にサンクトペテルブルクで亡くなった。ありがとうございます。